はい、こんにちは。今横山雄一がマットに来てるんですけれども、あの激辛ペヤングをちょっとすごい興味持ってたので、これあのめちゃくちゃうまくて完売で今買えないんですよって言ったら、食べるって言って、ちょっとあのなんで激辛ペヤングをうまいって言って横山雄一に食べさせたらどんな反応するかでドッキリを撮りたいと思いますので、お楽しみください。割り箸が出るぞ。割り箸なんすか、なんすか。割り箸水もめんどくさいから買っていきましょうか。組んだ組んだ。あ、組みました。うん、これでいいの。はい、それで多分沸きますよ。いいの。はい、多分もう今手に入んないですよ、これ。本当？うん、買えない。あ、全部で、あ、やったことあるじゃない、ペヤング。あるある。うん、ラーメン週に1回だけしか食えないんで、もう1回をインスタントにしてしまうとちょっと、うん、チートですね。うん、あのカラカラウオって知ってます？あのコンビニのバイトしてるときに、はいはいはい、夜勤中とかに眠気覚ましに食ってました。あ、気持ち悪いじゃないですか。おだってソースがもう食乗ってるじゃん。いや、いいねいいね。あのちょっとまずこれ一気にガッて言ってください。うん、あ、辛いわ。美味しくないですか？美味しいけど辛いね。だんだんね、美味しくなってくると慣れてくる。うん、辛いもんって大体そうだよね。うん、いくっすね、結構、うん、いけるっすね。うん、韓国料理よく食べてるからな。あ、そうなんだ。うん、結構いくっすね。やっぱりおめ、俺ははめようとしたなっていうの。なんすか、辛いもん食わして。辛いっすか、でも。うん、全然大丈夫っす。辛いよ。どうぞ。あすごい。ノーダメ、ほぼノーダメだった。すごい、すごいな。いや、ちょっとタレがちょんってついてるところで食べたけど、めちゃくちゃ辛いですね、ここ。うん、そう、で、ダムタレ。ラベルに極地獄って書いてあったけど、それでもあの俺を信じてくれたのに俺は騙したってことですかね。うん、そうそう。じゃあタイプなんで辛いね。ない、な、涙出てますね。あ、もう悲しくて本当に一人で食べきったっすよ。普通はどうなの？普通、あ、でもこれ量少ないんですよ、普通のペヤングの、うん、多分半分ぐらいしか量ないんで、うん、まあ全然多分あの問題はないんですけど、うん、辛いの苦手だって結構きついんじゃないですか。そうだね。あ、すごい、完食。いい食いはできないし、涙なしに食うこともできない。美味しいは美味しいよ。いや、そうなんですよ、うん、あのちゃんとそのなんか美味しいとは思う。辛いだけじゃなくちゃんとなんかその、うん、焼きそばとちゃんとなんかその旨味は旨味はあるじゃないですか、感じる。お疲れ様でした。まだ食ってる。まだ食ってる。あ、まだちょっと残ってるじゃないですか。まだ食ってる。タレがそんななんか滴るぐらいの量入ってるんですね。うまいんじゃん、なんかね。だんだんうまくなってきました。うまいのは分かってるんだけどさ、辛すぎてね。バスケットボールの試合みたいに最後ロスタイムが長い。あとわずかなんだけど振り切るの。ああ、確かにね。